ちは、三田村です。この DVD ではラージボールでのサーブの出し方、回転のかけ方のコツを紹介します。またラケットはペンホルダー、シェイクハンドをそれぞれ使用し紹介していきます。よろしくお願いします。それでは実際に出していきます。そして説明を行っていきますので見ていってください。だいたいバックサイドのこの角に股関節を、左股関節を当てるような形で構えます。ここで位置を設定してください。そして左足を前に出し、若干こう台にちょっと乗るような形で、ちょっと覆いかぶさるような形で構えます。そして左のかかとに右のかかとをくっつけ、そのまま後ろに下げてください。このような形にしますと、半身の状態が作りやすくなり、サーブが出しやすくなりますので、股関節をくっつけ、かかとから下げて構えます。そしてそうしますと回転数が上がります。そうするとこのような形でボールが止まるような回転のあるサーブを出すことができます。